また赤い桜だな。汚れを感じる。こうなると思った。来い。桜の汚れを払うぞ。こんな時でも桜はいいもんだな。マリにも見せてあげたいよ。また赤い桜だな。汚れを感じる。
よし、やったな。桜の汚れを払うぞ。やっぱり桜はこの色だね。赤くなるのは女の頬だけでいい。神木には児玉という守り神が宿っています。しかし物騒な化け物が児玉の力を奪おうとやってくるようになったのです。奴らに児玉の力を渡せば御神木はやがて枯れてしまうでしょうな。それなら奪われる前に俺たちが回収してやろうぜ。その方が良さそうだね。助けなきゃ。児玉を守りきれたか。よかった。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。あなたたちが役立ててくれた方が良いはずです。お願いします。ああ、どこに行っちゃったんだろう。俺が大切に育てた犬が逃げてしまったんだ。あれはただの犬じゃない。人の言葉を喋るし顔だってしてそのものなんだ。もしこいつが言ってんのは本当なら、あいつらと何か関係あるかもな。
と思い込んでずっと縛りつけてる。あのガキが言っていた犬ってこのことか。頼む、僕を解放してくれ。兄貴が追ってくる。このまま連れ戻しても酷だし、解放してあげよう。だな。こいつは俺の犬だぞ。勝手なことをするな。アクション、準備しろ。よし。そいつの間にやるしかねえ。はい。やった。あとはあの野郎だな。体が楽になりました。もう兄貴の犬として生きなくていいんだ。弟を犬扱いだなんてとんでもない兄だな。妹を助けようってお前が成人に言えるよ。そこまでじゃないけど、あれよりマシだね。帰りたい。近所の家に何でも吸い込む大きな穴があるんだ。その穴のせいで自分の家に帰れないんだよ。何でも吸い込む穴がまるでブラックホールだな。ちょっと行ってみるか。え？吸い込まれたらどうすんだよ。心配すんな。俺が何とかしてやる。あいつは物欲の塊なんだ。俺の大事なものまで盗みやがって。随分と客が多いな。おい、霊を吸い込みやがった。あの穴があいつらまで引き寄せやがった。さてと、家の中がどうなっているか調べてみるか。障子の奥に何かいるぞ。何のいたずらだ。印を結んで炙り出すぞ。クソ、逃げたぞ。あの野郎は上に上がったぞ。いい加減出てきやがれ。いつまでかくれんぼする気だ。おい、やっと会えたな。ここにあるもの全て俺のもの。さあ、
前。偉そうに、鏡の見物か？どうすればいい？人に聞く前に自分で考えろ。消えていきな、強欲野郎。戻れたな。俺の言った通り、なんとかなったろ。僕が体張ったんだけど。人間って死んでも欲に取りつかれるんだな。そういうやつは結局全てを失うがな。吸い込んで戻ってこなかったものはどこに行ったのかな。さあな、物が完全になくなるなんてことはない。どっかにこっそり戻ってきてんのかもな。よかった、これで家に帰れる。何か心当たりはある？いや、もっと社員のためにいろいろやったんだけどな。言ってみるしかなさそうだな。中に入って調べてみるとするか。廃墟になってるね。こうなった原因を調べてみるか。
そういうやつもいるだろうな。他にもいろいろありそう。探してみるか。でも仕事が減らなきゃ意味ないね。確かに。なるほどね。なんとなく原因は分かったな。頑張ろうとしていたのは分かるけど、負の感情を溜めちまっただけだな。何が原因だったんだい？社員のためにやったことがうまくいってなかったみたいだね。お前は何もしない方がいいタイプの経営者なんだろうな。そうか、喜んでなかったのか。みんなすぐ原因が分かったから次改善できるはずだ。やるぞ、みんなのために頑張るぞ。あの世ではほどほどにしろよ。スピリチュアル？何言ってるんだ。ほら、守護霊の声が。とってもスピリチュアルね。これは守護霊ではないんだけどね。私は呪術系ビデオブロガーのウラに恐れ罪よ。知ってるでしょ？知らないけど、名前が不気味すぎるね。ねえ、あなたたちにお願いがあるの。私の部屋がとってもスピリチュアルになってしまったのよ。ちょっとスピリチュアルすぎるから何とかしてきてくれない？スピリチュアルすぎる？なんだか嫌な予感がするな。嫌な予感しかしねえよ。解決してきてくれたら成仏してあげるわよ。ああ、それならやる価値があるかも。様だね。妙なものがあるな。
すでに何かの気配を感じるな、まったく。何のつもりだ、これは。アロマキャンドルだったりして。なんで藁人形なんて飾ってるんだ？スピリチュアルなんじゃない？呪いの人形を自作しているのか？あいつの言い方だと呪いとは思ってないだろうな。これがスピリチュアルなんだろうね。水回りはきれいにしておくと運気が上がるらしいけど。きれいとか汚いとかの問題じゃねえぞ、これ。こんな不気味な部屋で配信していたんだ。どうかしてるな、最近のやつは。あの人が特別なだけだから。スピリチュアルなクローゼットだね。変なものを呼び寄せてそうだな。ああ、すっごく安らぐ。抱き枕にしちゃってるよ。ただの悪霊だ、払っちまえ。墓場にもあるからそっち行ってろ。寄せちまってるじゃねえか。ベランダから視線を感じる。これで全部払ったみたいだな。スピリチュアルすぎて悪霊が住みついちゃったみたいだね。部屋の問題は全部解決したよ。ありがとう、助かったわ。どうしようかと思ってたの。なんであんな奇妙な部屋になっちまったんだよ。スピリチュアルな要素を足し算していけば。いや、全部引き算だったよ、あれ。おい、問題は解決したんだ。そろそろ成仏してくれよ。そうね、じゃあまたね。ありがとう。またねって、帰ってくるつもりなのかな。それじゃ悪霊と変わんねえぞ。
してね。息はしてないだろう。あ、本当だ。白い布か。なんだろう。霊に干渉できるってことはただの布じゃないな。お願いだから何とかしてよ。出ないとまた襲われちゃう。襲われたって死ぬことはねえと思うぞ。けど調べてみる必要はありそうだな。あそこ嫌がった。一旦もめぬやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。目を回してるぞ。今がチャンスだな。だが、なぜ消えなければいけないのか。なぜ救おうと思わないのか。私が求めているのは支配でも統治でも。ありがとう。これでビクビクしないで済むわ。どちらにしても死ぬわけじゃないけどね。昔ここにカッパ沼って沼があったことだ。たまに水死者も出てね。カッパのせいだってよく言われたよ。シリコ玉を抜かれたな。カッパにちょっかい出すからだ。俺が取り返してやる。キュウリはあるか。うん、持ってるよ。よし、これでカッパを呼び寄せるぞ。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れてます。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの向きを探るんだ。食べた。ああ、静かに近づく。ほら、お前のシリコ玉だ。もう動けるだろう。本当だ。もう妖怪にいたずらしちゃダメだよ。優しいじゃん。あ？気のせいだよ。
ここに再開発で建て替えられたビルがあるの。今は地上階しかないけど、知ってるか？改装前は地下街があったんだ。そういえば、有名な都市伝説があったね。確か、赤い服を着た女の化け物が出るとか。その地下街に降りる階段があるらしいんだよ。夜中にビルの通路を一人で歩いてると、普段は見たこともない階段があって、そこから降りた者は誰一人帰ってこれない。友達が興味本位で調べに行って帰ってこないんだ。おお、調べてみるか。行くの？ただの噂だよ。汚れっていうのは元は人の情念だ。有名ならそれだけ多くの強い情念が集まっている。それがたまりにたまって汚れちまうこともある。普段は見えないだけで、どこかに地下街を降りる階段があるかもしれん。ちょっと待て。この辺で何か気配を感じる。ここだな。こんなところに妖怪？いやいやいや、こいつが入り口を隠してたのか。お次は赤い服の女探しだな。あんまり楽しいイベントじゃないね。女の声あ、なんだ。これで進むしかなくなったわけだ。そう考えればポジティブになれるね。ここは赤い服の女が支配する空間だ。あの女さえ殺せれば、もしかして、あの女の服はなんで赤いか知ってるか？あれは帰り道に染まったんだ。って歓迎されてるのかな。どうだろうな。どこかで俺たちを見てるのか。他を探すぞ。された奴らも浮かばれるだろう。女が消えてあの地下街も消えちまったか。思った通り、噂があの場所を生み出したみたいだな。そんなことあるんだね。悪い噂ってのは強い負の力を持ちやすい。それが汚れになるんだよ。悪い噂ほど人が好むってのも原因の一つだがな。あの女を倒してくれたおかげで自由になれたよ。女の服を赤く染めた血もこれで浮かばれるよ。
では KK であってほしいんだが。エドだ。またボイスレコーダーだな。今の渋谷の状況を確認したい。あの奇妙な月を調べてくれないか。これはとても重要なことなんだ。データは複数欲しい。いくつかのポイントでデータを取ってくれ。必要なものは準備しておいた。後ろのロッカー252だ。では頼んだ。ものすごく一方通行な会話だったね。いつものことだけど、あいつが重要だって言うんだ。調べてみるか。まずはロッカーにあるものを回収しよう。252だったね。なんだろうこれ。観測装置だろうな。腕につけてみろ。開けた場所に行こう。月がしっかり見える場所だ。ビルの屋上とかかな。ここなら十分な高さがありそう。上に行ってみるか。あれがある。ああ、まずはあれを片付けないとな。いいぞ。着いたよ。どうすればいい？さっきの装置を構えるんだ。月に向けてな。月に照準を合わせれば観測が始まるはずだ。天狗の観察用に似た装置をエドに作ってもらったことがある。何その用途。よし、これでいい。次行くぞ。高いな。行ってみるか。
ちがいいのか。天狗だらけだな。景色だ。良さそうな場所だな。こうやって月を見ている暇もなかったな。少しは息抜きになりそうだ。エロに感謝しておけよ。ここはこれ以上何もなさそうだ。次行くぞ。この上なんかはいいんじゃないか。屋上に行こうぜ。物質も肉体もやがて消える。生き場を失った魂だが、なぜ消えなければいけないのか。なぜ救おうと思わないのか。私が求めているのは支配でも統治でもない、救済だ。君たちを救うことだ。Thank you.
ここなら月がよく見えるな。エドの装置を使ってみよう。エドはいつもよくわからん調査を繰り返していた。だけどあいつの調査がなけりゃ今頃東京中が霧の中だ。これも意味のないことではないはずだ。いいんじゃないか。よく見るとこの月不気味だね。月ってのは自分で光ってるわけじゃない。何かが月を不気味に見せてるんだよ。気持ちの問題だったりするのかもね。そうだな。よし、データをエドに送るぞ。何がわかるのかな。ありがとう、KK。おおよそ僕の想定通りだったよ。どうやら見えている月は実際のもののようだ。誤差はあったが、この程度は許容だ。よ、いや、ちょっと待てよ。この値を想定していたから、想定通り並んでしまったのか。僕はこの月が現実だと思い込んでいたから、現実になってしまったんじゃないか。そうか。まずこの世界は全て虚像であると想定しなければ。あ、切れた。結局何が重要だったんだろう。放っておけ。あいつの中では重要だったんだろう。KK にはあの月はどう見えるんだ。月見そばの卵ってところだな。気にしても仕方ねえよ。